津波来週後のモキャ島の様子1960年のチリ地震は同年5月、チリ中部のビオビオ州から愛泉州北部にかけての近海、長さ約 1000km、幅 200km の領域を震源域として発生した超巨大地震である。地震後、日本を含めた環太平洋全域に津波が襲来し大きな被害が発生したバルディビア地震とも呼ばれている。 地震の発生時刻は現地時間の5月22日15時11分14秒。震源はチリ中部の都市バルディビア近海で、規模は表面波マグニチュードで8.3から8.5。モーメントマグニチュードでは金森疲労の推定によると9.5である。MW9.5 という値は近代地震学の景気観測史上で世界最大であり、歴史地震を含めても最大級である。 長さ 1000km、滑り量 10m を超える断層が活動したと考えられ地震モーメント M0 は 2.01023nm に達すると推定される。日本の東北地方海岸に到達した県庁所波形の数値解析によれば長さ 850km、幅 180km、滑り 17m、傾斜角20度の低角逆断層モデルが東北沿岸の津波を 最も再現できるとされる。最大震度は日本の気象庁震度階級で震度7相当とされている。まず前震が M7.5 で、始まり M7 クラスの地震が5から6回続いた後、本震が水8クラスで発生した。また余震も M7 クラスであったために、首都のサンティアゴをはじめ、全土が壊滅状態になった。地震による直接的な犠牲者は1743名。 負傷者は667名。前日には単独でも巨大地震と言える前震も発生したが、M7 を超える余震は3つのみにとどまっている。前震本震余震この震源域では1575年、1737年、及び1837年にも巨大地震が発生し、1837年の津波は日本にも襲来した記録があるが、 津波堆積物の調査から、堆積物を形成するような特に規模の大きな、当該タイプの巨大地震は、平均300年間隔で発生し、前回は1575年バルディビア地震である、可能性が高いとされている。本震の38時間後に噴火したコルドン・カウジェ、火山本震の38時間後に噴火したコルドン・カウジェさんをはじめとして、1年以内に、 以下の火山が噴火している。20世紀に地球上で発生した m w 級クラスの巨大地震はいずれも地震後数年以内に近隣の複数の火山の噴火を誘発している。コルドン・カウジェさんやペテロアさん、カルブコさんはマウレ地震後にも噴火している。この地震によりアタカマ海溝が盛り上がり沖合に点在する島では少なくとも5.7メートルの隆起 海岸に沿ったアンデス山脈西側が2.7メートル沈降するという大規模な地殻変動も確認された。これはアンデス山脈に並行する高射集局をもたらし、このような地殻変動の観測結果は、あたかま海溝沿いのナスカプレートの沈み込み帯における低角逆断層の震源モデルを支持している。あとの推定によると、幅200キロメートル、長さ800キロメートルにわたって、 断層が20メートルずれたことにより、有感地震が半径約1000キロメートルという広範囲にわたって観測された。史上初の地球自由振動の観測に成功し、発生した地震波は地球を参集したことがアメリカでの観測で確認された。本震の振動は約20分後に日本国内の地震観測網でも捉えられた。 1957年から1967年の間に観測されたチャンドラー・ウォブルのうち、1960年の観測結果からチリ地震発生によって地軸の年収運動に不連続が認められた。地球に何らかの原因で男性球の変形が生じた場合、チャンドラー・ウォブルに変化が生じると予測されるが、たとえ1960年チリ地震のような巨大地震であっても、 その変形量では、チャンドラー・ウォブルを冷気するには、全く不十分であるとされていた。しかし、1964年アラスカ地震において、震源域から約 5000km も離れたハワイ諸島においても10から8程度の永久歪みが観測され、このような微小な地殻変動であっても全地球に渡って積分すれば、チャンドラー・ウォブルを冷気する可能性があるとされた。 各地の津波到達時間ハワイ、広での津波被害本震発生から15分後に約18メートルの津波がチリ沿岸部を襲い平均時速750キロメートルで電波した津波は約15時間後にはハワイ諸島を襲った。深幅の最大値は日本6.1メートル、アリューシャン3.4メートル、カナダ3.3メートル。 ハワイ2.9メートル、オーストラリア1.6メートルを観測している。ハワイ島の広湾では最大到達標高10.5メートルの津波を観測し、61名が死亡した。太平洋を伝播する津波の周期は非常に長く、広では高さ数フィート程度の第一波到達約1時間後に最大波が襲来し、海岸線から800メートル以上内陸まで、 壊滅的な被害となった。宮城県塩釜市での津波被害日本は、震源から見て、西にあるが、他の太平洋沿岸地域と比べ被害が大きかった。地震発生から約22時間半後の5月24日、未明に、最大で6.1メートルの津波が、三陸海岸沿岸を中心に襲来し、日本の各地に被害をもたらした。気象庁はこの津波を、地理地震津波と命名した。 津波による被害が大きかったのは、リアス式海岸の奥にある港で、岩手県大船渡市では53名、宮城県元吉郡静川町では41名、北海道厚岸郡浜中町霧タップ地区では11名が死亡。浜中町では1952年の十勝沖地震でも津波被害を受けており、2度にわたって市街地は壊滅的な被害を受けた町の中心でもある キリタップ地区はこの津波により、土砂が流出し、北海道本島より切り離され島と化した。現在は陸続きだったところに二つ橋が架けられており、本島と行き来ができる。一つは、大震橋、もう一つは、予備橋で橋が津波で流出する恐れがあるためと、避難経路を二筋確保するためである。東北地方太平洋側のほか、伊勢湾台風の被災から間もない三重県南部から、 和歌山県田辺市新城町辺まで津波被害を受けた。また、過去の度重なる津波被害を受けて高さ10メートルの巨大防潮堤を建造していた岩手県下平郡太郎町では、この津波による被害が全く出なかった。実際には津波が防潮堤まで到達しなかっただけであったが、翌日の新聞報道では、この巨大防潮堤がこう奏したかのように報道され、 太郎町の防災の取り組みを取り入れ浜中町に防潮堤が建設されることになった。北海道の防潮堤については、後の北海道南西沖地震で津波による人的被害の甚大な奥尻島などでも建設された。地球の反対側から突然やってきた津波に対する認識が甘かったことが指摘され、以後気象庁は日本国外で発生した海洋型巨大地震に、 対しても、ハワイの太平洋津波警報センターなどと連携を取るなどして津波警報、注意報を出すようになった。当時は津波のオンライン観測網はなく、県庁所や潮位観測所に人が定期的に見に行く仕組みであった。ありがとうございます。